俺一個もキルしてないよ。ね、信じて。一個もやめろよ、変なこと言うの。やめてくれよ。マジかよ、こう、お手洗い我慢中に来ちゃったよ、インポスター。はい。ナイスライス、ライス。あのみんな聞き逃してたと思うんですけど、霊界で聞いてて、さっきの試合おまおじさんがパッション出してる時に高田しかないって言ってましたね。言ってないな。あ、呼び捨てしたって霊界で突っ込んでたら誰も突っ込んでなかった。あ、怖。変行動でーす。はい、じゃあ。死んでる。はい。エンジンの左。いや。ん？ウーケンさん一緒に通信室でダウンロードしてましたよね。はい。で、ガミその後あのコクピット抜けて、コクピットからアルマさんが出てきてます。それだけ。コクピット見えたの？何の話？僕なんかおかしいこと言いました今。いや、あのね、高田さんガチ直近です。もう多分エンジン左だったら移動時間も含めたらもう3秒以内ぐらいのキルですよ多分。武器庫に高田さん置いてきて、ガミさんとか、あとネロさんとかともすれ違ったかな、エンジン、うん、その人たちは見てないですか？僕はね、エンジン配線してそのまま宿舎の方に戻っていて、その間には見てないです。あ、僕最後キッチンでアルマとすれ違ったかな、アルマと下の武器の時にすれ違って、上の武器始めるぐらいの時に停電が来て、で上の武器終わって下ってます。あ、てかね、高田さん一緒にコックピットでタスクをしてて、でそれが 5,6 秒くらい前なんですよ。で、僕がベントタスクがあったから、コックピットのベントタスクに行った時に高田さん右にずれていってって感じなんで、もう本当に3秒以内くらいのキル。ああ、ガチ直近。じゃあガミさんはとりあえず白出せて、停電中なんで詳しい下位置わかんないです。これエンジンに入ったら光ったみたいな感じです。うん、まあ、一応容疑者だと思うんで、最後あの宿舎前にいる照明としてドア全部開いていました。僕が金庫からエンジンの方に下った時にはどこも、あ、違うわ、どこも開いてなかったな。うん、でゲンさんが下を開けて、おそらく右は開いてなかったと思うんだよな。右は開いてなかった。うん、で行ったら右が開いてましたって感じです。そうですね、土壌盤だ。まあ停電始まって以降の私の経路は、金庫室でタスクを終えた後に宿舎前へ、昇降機左、ミーティング登ってボタン前ぐらいまで行けてます。ヌーンは左です。うん、富士宮には白打ってるから、アーカイブに残してって、シャワー下ってメイン入ってます。あのガミさんは梅健さん怪しいと思ってるところですか？なんかそのいきなり、なんかいきなり弁明を始めてたから、あのアルマさんが笑ってたから、あの高田さん見て、その後すれ違った僕見て、あ、またこいつやってるって思ったのかなって思って慌てて喋っただけで。ちなみに僕はガミさんも見えてませんでした。え、梅健さんしてガミさんは弾けるんですか？ガミさんはね、僕の後ろにいるんで、前ですよ。あれ、ね、同時ぐらいか。ドア開けて僕がダウンロードちょっと早めに始めて、僕は先に出てるんで。じゃあその奥にいるアルマさんも無理ってことになります？だからコックピットから出るアルマ君をガミさんが見てるなら厳しいかな。見てます。ふっ手に汗逃げる、おえぇ、恐ろしや。これはちょっとね、ネロタソに頑張ってもらうしかない。電話まずいよ、停電は。
これ今停電中ですよね。あ、いや僕が直してる、うん、僕が直しちゃった。直ってると思う、直ってると思う。最後貨物で僕が直してます。あ、ラウンジにありました。ラウンジにあったとなると、ジミアゲンは無理です。おまおじさん絶対無理。これ1キルですよね。1キル、そうですよね、はい、僕今、シャワー室で停電中ネロちゃんとチラッと会った後、アーカイブ停電直しに昇降機右目入ってるんですけど、入った瞬間通報光ったので死体位置が違います。おーおー、面白いんで、はい、竹雄さんマットはあるかもですけど、人外は僕目線では確定してます。いや正直ラウンジにあるって言われたら僕はめちゃくちゃ怪しい位置になってたんで、めちゃくちゃガミさんの印象がいいです。あ、でもシャワーでゲンさんと僕すれ違ってるんで死体位置が、はい、まあ、シャワーから上がるのは見てますけど、まあ、アーカイブからは分からないか、うん、右か左かは我々目線は分かんないですね、伊藤さん、動きは。死体位置が違うっていうのはちょっと僕は結構怪しい位置にはなっちゃうんですけど、僕は最終位置メインの左側です。ドアの前で終わってます。はい、アーカイブからドア通って、昇降機入ったら光る位置ぐらいですね。うん、詳細な位置は分かんないですけど、神さん視点、扉開いてました、昇降機右。扉開いてたと思います。開けた覚えがないんで。うんうん、おまおじさん到着できてないですよね、多分。到着はできてる。右側に到着はしてすぐなったって感じかな。うん、で、あれ、うん、ガミタケ。ガミさんってコミサバ直したんでしたっけ？コミサバは直してないですね。コミサバ来てないですよね。あれ停電した多分。コミの中だと。ダウンロードです。はい、梅健さんと一緒にダウンロードをしてたけど、その後も来たの停電なんで、まあローラーで、はい、いいんじゃないですかね。うん、まつるとしたら竹雄さん。いや、ガミさんのあれ嘘で言ってたらすげえけどな。すごいですね。うん、僕は竹雄さんに入れます。かっこいいな。コミサバ行きます。あれでも僕マットだったら釣ったらまずいと思ったけど。ん？いや、まだ間に合います。どういう主張？7人だからマットだったら。で、どうだ？さあ、うん、おお、持ってかれたね。持ってかれた。ガミさん、いや。やとすると話変わってくるところがあって。ってことは、うん、昇降機の右側が正しい位置ですね。うん、で僕は貨物で停電を直してます。いや、右やったら俺が怪しくなるねんな。あ、アルオマで宿舎金庫、うん、宿舎ミーティング下まで一緒で、おまおじさんがヌーン、僕がはしごって感じだったけど、僕、おまおじさんが到着できてるのにも驚きくらいの時間。到着もできてないかと思った。到着、いや到着して、なんなら階段まで下がった、停電直すために。あ、そこまで行けてんのか。で行ってはいんねんけど、そんなこと言われてる中でこんなこと言うのもおかしいかもしれないけど、アルマくんって多分人外です。おお、その前のそのターンの出来事を言うと、ずっと俺のこと見とってん、金庫の中で。いや、だってそれは僕ボタンないからボタン押せっていうアピールをしてました。まあ追いかけてきてて強靭かなって思っててんけど、こうなった以上なんか話変わってくるかなとは思う。まあでもキルには、うん、キルはできるの、アルマは。無理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 。じゃあ何やへんと思う。おまあるで。もうなんでですか。で、あるましてね、もうおまおじがもう超直近ぐらいじゃないと変ってことでしょ。うん、超直近じゃないとできないですね。うん、一応おまおじさんに経路の説明をすると、上に湧いてタスクを上側を全部やったけど、僕はボタンがないからボタンを押してくれっていうアピールをしていたっていう主張だけでしょ。うん、で、ネロちゃんがメインですよね。ネロちゃんができる。うん。うん、まあ、ベント使えばって話になるけど、昇降機右は誰もいないんでしたっけ？ガミさんが最後に買ったと一緒ぐらいですね。うん、そうだよね。僕、最終位置はメインの左側のドアの前で、ドアは閉まっている状態だったんですね。うん、で、まあ、今回見れてないとは思うんですけども、どうしようかな。ただね、ネロちゃん、貨物脇なんですよ。だから、うんうん、でもまあ、竹雄さんがそのラウンジにずらしてきたっていう感じだと、まあネロちゃんをかばおうとしたのかなとも思えるから、うん、と僕に塗ってきてる感じがしたんで、ネロ梅だったらネロちゃんさんかなと思ったけども、メケンさんは、まあ、リポートしてるね。
僕はねエレキだ、うん、さっきのターン。あ、これシリフはいるんでしたっけ？いない？そうですね、いない。まあ、ボタン式高めでいかないとボンチャ危ないですね、うんうん。ボタンもうネロワールに見えちゃうけどね、おまおじさんのその主張が。うんうん、ボタンいきます。違いますよ。このターンは死んでもキル取るぞ。アルマかよ、直さなきゃな。ネロちゃんが取ってくれることを祈り。いやえ、あら。ネロちゃんさんです。ネロちゃん、はい。おお。ミーティングで切ってます。手で直しました。チョコキ右。ま、頑張ってください。罪だよもう。ねえ、俺1個もキルしてないよ。ね、信じて。このキル。やめろよ、変なこと言うの。やめてくれよ。一回、タスクってどうなんだろうな。いや、マジ。はい。なんか僕をマオジさんに疑われちゃってたから、タスク進行をしてほしいとだけ言っておきます。タスクは終わらんね。タスクちょっとマジだもん僕は。うん。1分半あっても無理。いやー。1分半か、まあまあまあ、ね、いいライン。可能性はあるけど怖いな。だったらもう釣り切り進行取るんだったら、僕次キル入った時に。白取れる要素がないので僕今釣ってほしい。うわ、で、うん、すぐボタンを押して、あれ、あでもいやダメだ、あごめんなさい。ネロちゃんが白取れてるキルってありましたっけ、どっか初手どうなんだったっけ、ネロちゃんの位置。そうだから初手ってネロちゃんさんできました。いや初手はネロちゃん自分自身で、いや全然できる。そうエンジンから宿舎行ってるって言ってたから。あじゃあそうだ、めっちゃいけるな。でも私そネロちゃんさんと序盤に宿舎でお別れしたとは確かに見てないけど、金庫宿舎初期左ミーティングと言ってレポート光ってないんで、宿舎、宿舎までネロちゃん先って今朝原始点で来てできます。初手切りはエンジン左だから、あそうか、僕はコミから言ってるから殺してそっちの方逃げてるなら停電中だったんでね、わかんないから。さっきネロちゃんに入れた3票って誰ですか？ あ僕が3票入れてる、はい、梅剣入れてます。ここも白要素取れるわ。であと高田さん藤宮も入れてるんで票がずれてるので、え？藤井のどのタイミングの？え、どのタイミングの？さっきの、さっき三四でスキップ。三四で割れた時です。あ、それはスキップ入れてる。僕スキップです。じゃあ、あとアルゲン藤井で、高田さんキルを3秒以内で詰めたのも白く取ってほしい。白いそれくらいしかないわ。そうだね、まあ正直釣ることはしなくていいかなと思ってて、そのおまおじさんとそのが主観でなんか怪しいって言っただけだから。うん、いやでもタスク無理ないでしょ。3キル、え、あんまり関係ないと思う。その1キル待つ、アルマがその要素で釣るっていうのが、うん、うん、キル待ちのニュアンスですよね、二谷さんがおっしゃってる。うん、キル待ちは相当危ないと思いますけど。え、だってアルマを釣るのって軽率じゃない？キルした現場に居合わせなきゃいけないんですよ。現場に居合わせなきゃいけないんですよ。アルマ確定ではないけど、まあでも僕、いや疑ってたっていうのはその人動きが人外だっていう話をしてただけでしょ。どうしよっかな。まあ、僕はアルマに入れますが、僕も入れました。マジ、まあ、タスクが厳しいから。分かった。うん、マジか。多分アルマ君じゃなかったら僕が容疑者になりそうだから、僕してアルマ君です。これこうしたことによって多分タスクよりレポートレンダーの方がいい気がしてきました、うん、そうっすね。終わらなかった場合はですけど、いやワンチャンだな。
さあ、たまるか。いやー、エンジンの右側だよかった。終わらなそう。富士宮。正直、富士宮かなって思ってたんで。え、なんさんは最終位置どこですか？僕、最終位置、貨物です。じゃあ、絶対プテさんでいい。おアドミンでエンジンにメイン位置を見てるから。ナイス。おー、じゃあ、富士宮だ。俺がアルマを釣ってしまった以上、まあ、多少疑われちゃうけど、まあ、ここは皆さんもね、同じですか。じゃあ、プテフィジ対抗か、これ。うん。そうだね。さすがにメインエンジンにメイン位置ではないから、富士宮で対抗でいいけど、うん、要素としては、僕は、おまおじは、アルマを疑ってたけれども、アルマが自分自身を見つめていたところが人外に見えてて、ただ強靭が落ちたから、こうなってくるとアルマくんとは違うんかな、アルマインポスターになるってことじゃないですか。っていう話があったと思うから、うん、あのキルは容疑、全然あの、ネロちゃんが全キルできる状況で1釣り入れてたことになるから、僕はスキップの方が安全だと思ったんですよね。うん、まあ、僕の印象でアルマは白くなかったので、っていうことですね。まあ、容疑者一として、まあ、馬おじさんのあれも、しかもあったけど、疑われてたから、まあ、プテアルとかになったら正直分かんなかったから、もうあそこで釣るという判断を僕はしました。だって、アルマを僕、例えば僕が、黒だった時にアルマを釣り押さない理由がない。あそこあんなに釣りできるタイミングでアルマも飲んでたのに、僕が止めるのが意味わかんないと、ムケンさんには思ってほしい。あそこはね、5人盤面でネロちゃんが全キルできる状況だったから、まあ、結局釣り場面じゃなかったと思う。アルマに入れてるから。いや、まあみんなが入れてたからね。もう入れるしかないっていう。ちなみに今のところ藤宮くんの方が印象がいいです。おお、うん。いやーじゃあ。アドミン見てリポートする必要も。アドミンを見て位置を把握してるならもう1キル狙いに行けるしね。まあ、メケンさんがボタンに走ってたから。うん。まああれだ。ここはあんまりだからセルフで。まあ、アルマを釣ってセルフで僕に塗ってるって思ってほしいです、メケンさんには。コミュー、あーどうだろうね、コミューサボナって最終位置が。あと僕、停電2回直してます。停電2回直してる、このゲーム中。なんかね、今までの印象で、ミヤ君の印象がよく、コミューサボナった後に最終位置貨物っていうのが死体発見する気はあんまりなさそうに見えるな。いやー、ありがとう、お見事です。どっち？全キル僕です。ああ、よかった。あ、おまおじさんは違う。あ、よかったよかった。ナイス、マジでファインプレーすぎる。ファインプレーすぎる、藤宮。うん、素晴らしい。いやいや、もう僕かな、もう。笑ってた理由もあんま分からなかったから。負けたと思った。負けたと思って笑なくて負けたと思った。俺もサンズリー一番開幕で嫌がったのはプテさんだったから、すごい印象良かった。でも僕がインポスターだったら僕釣りたくないですよ。SG1。うん、いやう結構ね、あの1キル取ってアルマと戦うルートもあったから、そのルートが消えちゃうから僕もインポスターだったら残したいなって思っちゃう、うん、でもまあ釣ったら釣ったでアクションゲームのルートだったからどっちかなと思ってネロちゃんの人に引っ張ってくるのかなみたいな感じがした。いやマジか、惜しかったな。おまおじのおかげで勝てたよ、ありがとう、ね、やめてください、やめてください、やめてください、今のところ全部ダメやったんで今。